皆さんこんにちは。日本一周2トントラックの旅やりきりチャンネル106をご覧いただきましてありがとうございます。先日すでに、この城山公園に向かう時の様子、下部106号で、向かう時の様子を動画にしてアップしておりますが、今回は、その公園に着いてからの様子、もうとにかく、花好きの私にはもう本当にため息ばかりの、とても素敵な公園でした。ここの、公園こんなに綺麗なんですけれども、入場料などもかからないっていうのもとっても嬉しいです。これは2022年9月26日の、時点での城山公園彼岸花満開の様子の動画になります。最後までご覧いただけたら嬉しいです。城山公園友本橋、あ、まだ紫陽花が残ってる。うわーすごい、うわーすげえな、うわー絨毯、ね、うわーすごい。お、茂木の町もちょっと見え、おはようございます。わあすごい、ほらあの紫陽花と一緒に混じってるね。え、うわ、なんていうのか、脱感ぶつかっちまったね。あ、こう歩くコースになってるな、これ降りていく感じ。これでさっきのところに行ってね、ちょっと行ってみよう、せっかく。なんだっけな、これ茂木町のキャラクター、なんどっかに名前書いてあったけど忘れちゃった。 あそこになんていうの、金付き台みたいな、なんかあるよ。はい、じゃあすごいよ、渋いよこの木の。姫路城ね。姫路城、こんな。姫路城、あ、姫路城私はまだ行ったことがないんだね。おお、一郎目。なかなかリアル。よいしょ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 。おお、さらにはしごまである。おお、はい、一望でき、おお、そして花が、おお、すごいすごい、おお、すごいね。おお、360度、わあすごい。さらにはしごで上に行きます。これが茂木の町です。これが茂木の町すべて。ああ、まあでも、まあ中心部、市街地。さあはしご登ってみよう。よいしょ、どん、ほほほほ、よいしょ、おお、お、あ、今度は川も見える。おお、眺めがまた違う。大きい人が出入りできる。もう川が今度見える。さっきのところじゃ川見えなかった。すごいね、天気がいいからまた。気持ちいい。こうやって白なってるのちょっともしかして天下を取るとこういう景色だね。いやーすごいね。
でこれが桜の木じゃない、うん、だから春はまた綺麗。ガンバナのゲートのような階段。アジサイがまだ花が少し残っています。もう9月末、もうすぐ10月だけど、ここは関東ふれあいの道の中にもある恋と山あいの道で、すごいいいとこ。あ、ここが城跡跡なのか。うん、城跡が。広い広場になってるけど、多分ここがお城の跡。あれ、何この黒いな、もしかの GoPro かと思っちゃったよ。あ、カーブ止めたのすぐそこだ、ほら。風が気持ちいい。城山城の、違うな、茂木城か、茂木城のなんか、あとなんかある。あ、電車どっから、あ、走ってったんだ。見えるかな。ここだけど、まるでアヒルのような鳴き声。いいとこです、桜。あそこら辺のちょっと色づいてるの全部桜だよ、桜。うん、春もいい感じ。お弁当も、公園いいとこです。なかなか今までの中でも、まあお天気がいいっていうのもあるけど、うん、秋っていうのと日差しが柔らかいからね。これでじりじり暑かったらまたちょっと考えものですが、とってもいいとこですね。なんだろう、これただの雑草みたいな紫になって、遠くまであの犬の声、カッ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 。おー、なんかキシッと言う。わー、なんかちょっと木が腐ってる。鏡が池だって。鏡だよ。どういうことだ。
京城の中心部にあるこの池にも長い歴史が秘められています。戦いりあらず、武士たちが籠城の折には池の水は生命水となりました。あ、そこのところと同じだね。なんだっけ、どっか機密のとこのお城、ある時城主に美しい姫君が誕生します。ところがその姫が流行り病、流行病にかかりひどい痕が残ってしまいました。殿はそれを哀れに鏡、城内の鏡を全て処分させます。しかし後日姫はこの池の水面に自分の顔を見て驚き、そして悲観のあまりに池に身を投げてしまいました。その後人々はこの池を鏡台池というようになりました。あら、悲しいお話なんだけど、ちょっと覗き込んでごらんよ、ジモティ、そこから、プチュップチュ、覗き込んでみな、鏡に顔を映してみな。あ、ここぐるっと一周回れるよ。ここが鏡が池。どちらかというとニンニクじゃないか。あ、柿、柿が落ちてる。秋です、柿です。綺麗、もう、あ、ため息、めっちゃここ好きやわ。電車が通ってきれないかな。でも電車映らないか、ここには。そこあれ出光か。ああ、あ、本当だ、出光の。この間はエネオスだったもんね。茂木の町にはガソリンスタンドはどうやら2つ。右に曲がります。あ、間違った、左に曲がります。左へ曲がります。あれぐらいうちのも大きな音だけど、
すごいな。